その人無事だよ。マジで何があったんですか。女の子着てるのを伝えてないんで、ずっと担当小屋みたいな。誰ですか。ニアさんなんですよ。なんかその会うたびに、あ、売れ方、そう、売れ方が分かってないっておっしゃってくれるじゃないですか、はい、でもこのここあんま使ってほしくなくて多分ヘルプにあそこいくら使えそうみたいなとかっていうの多分結構あります。これは売れてるホストからしたらもう絶対それダメで、なんでかって言ったら、そうですね、もともとっていうか今もなんですけど女です。自分珍しいタイプなんですけど、自分のことを男の子だとか思ったことなくて、そういうタイプなんですよ。天塚ニーヤさん来てますよね。あ、来てます来てます。どうしてホワイトなんですか。前回めっちゃ組数飲んで売り上げバーンって上げてくれたんですよ。でその後に渚さんもニーヤ君もう一回来てよみたいな感じで今日まで来てくれた。へえ。いや、いるだろ。ありがとうございます。大丈夫大丈夫だよ。泣いてるやん。あの、さっき泣いてました。はい、前回乗りすぎて、今も泣きそうやな。でも、ニアさんって同性じゃないですか。もしニアさんが男性だったら、また変わってましたか。え、でもちゃんの方がいい。うん、なんか大事にされてそうね。はい。レオグ香水を買いたかったんですけど、何使ってるかもしれませんね。目はずやもん。いや、高くて香水が。前のお店からの仲なんですよね、翔さんとは。あ、そうです。奴隷でした。奴隷でした。お前にやめろ。まあ奴隷やったけどな。奴隷を作成していくゲームですね、ホストブラザー、はい、奴隷を作成していくゲームですね、ホストブラザー、はい。何があったんですか。女の子着てるのを伝えてないんですよ。で、ずっと担当小屋みたいな。担当がずっと席に小屋へん。誰がですか。まあ、ニアさんなんですよ。1年ぐらい席着てないんですよ。それはお客さんからクレームがあって。それなんですよ。全然小屋やんみたいな。それはボーイがちゃんと伝えてないから。先に行きます、はい、あ、挨拶だけ、はい、本当にお待たせしてすいません、本当に最初伝えられてなくて本当にごめんなさい、ごめんなさい、本当に。いや、ほんまにないし、やばいよ。大丈夫ですか。忙しいですね。盛り上がってカオスな感じになってきました。優先度高い席多くて、いろんなテーブルからオーダー来てるんですけど、ちょっとこの盛り上がってる状態なのでヒートアップしてますね。英語のみなさん、スラッとのアドレマンセット。やばい、シーラスお願いします。ジンさん、ジンさん、C7 のお客様会計ですか。 C7 今オンリーになってます。 C7
本当に遅くなってすいません、マジで全然大丈夫、ごめんなさい本当に遅くなってごめん本当に、でも本当に今日あんまつけなくてごめん本当にすみませんよかったってそう思ってくれてありがとう。また来るんで大阪お願いします。ミヤさんの接客聞いてるとなんか煽りがあんまり目立たないなと言いますか。エッグを下ろすためにはお医者を派遣させないといけないから。じゃあこれラストの多分もう一歩行った方がいい。なんか他のシャンパン下ろせなくなっちゃうから4分目に派遣といてあげる。いや、違います。煽り隊が煽りに来た。それ、さては南と翔のことですか。途中の悪い煽り隊が煽りに来た。やっぱか。でも、これは良くもあり、悪くもあるところなんで。煽りたいけど、お客さんの気持ちを考えちゃうっていうところが。なんか、煽るって、だからと女の子に無理させてるんですよ。煽らないし、なんかその分売り上げは上がってないんですよ。でもね、この間もインタビューに言ったと思うんですけど、売れ方を伝授したら多分負けますね。今年1年どうでしょう。今年1年はなんかやっとコストのこうなんだろうな、やり方を学んで、分かんないで売っちゃってるんで、あの今感覚ベースで売っちゃってるから、はい、そのやり方は僕らが全部やり方知るんですよ、全て。それを自分の中でインプしたら多分めちゃくちゃ強くなるっていう。お願いします。ぜひぜひ、もう僕なんかでよければ売れ方を伝授したら負けますね。今の話ってなんでニヤさんが売れっ子なのか秘密に繋がる。売れっ子、うん、そうだ、売れっ子じゃないです、まだ売れっ子じゃないです、まだ。あれでもし本当の売れ方を知ったら、自分のやり方ができて、じゃあ売り上げが上がる、組数からさらに。渚さんが言ってることって、つまり女性ボスとして有名でバーンってなったから今、あ、そうそうそう、1000万売れただけで、本当にもう1000万行こうと思って行ったのか、たまたま行けちゃったってこと全然違くて、だから多分あの子が売れ方を覚えたら、そのめちゃくちゃ負けるなって。お時間取らせるの申し訳ないんですけど、営業後お話ししたいです。あ、了解です。じゃあちょっとできることは全部やんなきゃいけない。あ、お疲れ。すいません、ありがとうございます。なんか聞きたいこと。え、なんかその会うたびに、あ、売れ方、そう、売れ方が分かってないっておっしゃってくれるじゃないですか、はい、じゃあどうしたら自分がもっと売れるのかっていうのを聞きたくて。これもっとこう言えば分かんないなっていうのはもういっぱいあって、実はでもこのここ喋ってるとか実はちょっとあんま使ってほしくなくてあのちょっとだけ簡単に言うと、多分ヘルプにあそこいくら使えそうみたいなとか、あそこ今日何行けるか聞いてくんないとか、シャンパン煽ってくんないとか、あっていうの多分結構あります。あります。これはもう絶対に売れてるホストからしたらもう絶対それダメで、なんでかって言ったら、ヘルプが言った言葉って、うん、女の子はもう絶対に断りやすくて、あ、でもこれがもし担当に言われたら本当は断りたいけど、あ、でも宮君に言われてるからこれはちょっとやんなくちゃな、無理して頑張る、もっとちゃんとやり方を覚えたら絶対いけるって言ったのはそこで。結構インスタの DM とかでよくあるのが、初回指名で行きたいんですけど、いくらだったら行けますかって聞かれるんですよ。はいはいはい、はい、ちなみに今来たら、え、なんか予算に合わせます。あー、ダメ。それはもし僕だったら、もう当たり前のように一応みんなには、うん、最低5万からって言ってますとか、でもそれで切れる人はもちろんいて、実は。まあそうです。だけどこの人はこのくらい使わなくちゃダメなんだっていう、自分の価値が上がってって使っていく
クルの人だけが来るっていう。うん、まあ、僕は今ちょっとあんまり個人売り上げで力入れたいからあんまり偉そうなこと言えない。なんか自分の見せ方みたいな。そう、見せ方が超大事だから、見せ方が今本当に来るもの拒まずだから、それはまあ悪く言ったらちょっと使わない子は来ちゃう。うん、いやでもね、ちょっとヒントだけ今、うん、伝えました。ヒントだけ。ありがとうございます。うん、ちょっとまた来てほしいね。あの、ニーヤさんがなんで煽れないのかっていうのって、何が原因なんですかね。これみんなそうなんですよ。みんなそう。みんなそう。なんでかって言ったら、人間って人に嫌われたくないから。じゃあそれは女性だからですか？男も男も。もうこれは男、いやだからこれ男女共通ですもん。ニーヤさんもっと売れますか？いや売れますね。でも売れ方を分かってないだけで、マジで。もっと本当にがっつり売れ方を知ったら余裕で毎月2000万って余裕ですね。だってすごいですか。だってめちゃくちゃ人気あるじゃないですか。多分女の心を分かってるっていう、その先入観があるか、女の子お客さんが。これはね、だからその辺の顔がいいホストより全然超強いですよ、余裕で。そこにつけ込むわけですね。うん、まあつけ込むっていう言い方がちょっとちょっとわかんないけど、まあ、でもそんな感じです。